はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきましょうということで、やっていきます。まずは何といっても三好を完全に屈服させて、その間に兵を戻して本願寺をなんとかね、打ち倒していきたいなというところになりますね。で例によって筒井北畠とはしっかりと同盟関係を維持していきたいので、何はともあれ外交ですね、しっかりやっていきましょう。でちょっと味方がさすがにこれはあれか、厳しいといえば厳しいのかな。何が厳しいのかというと士気的なものですね。士気が少し下がっているかなという印象があるんで、敵の部隊の出方魚鱗の陣か。士気が下がってるんでなんとか食い止めながらって感じにはなるかな。ちょっと待って、敵の騎馬隊が突撃をかけてくるとまずいな。敵の騎馬隊が来たな。ここは支えられるだけ支えてもらうしかないな。ここは刑事の騎馬突撃も入れて一旦この窮地を乗り切りましょう。で続いて勝家の騎馬突撃も入れます。よし、壊滅させたぞ。おお、清秀の首取ったか。よし、追撃戦でもだいぶ兵を削り取ったので、このままおそらく牛城城は取れるかな。よし、イエスから金1万。これは大きいな。そしたら、早速、土下座外交を敢行していきましょう。まあ、筒井と北畠に関しては、今戦う余裕はありませんからね。ひたすら金を貢いで、有効な関係を維持しましょう。敵が出てきたか。式はもうボロカスではあるものの、敵の軍勢の数は知れているので、ここで粉砕しておけば楽になるはずだ。で、敵は思ったより多いな。かすい軍勢が多いけど、何しまったな。ここであれか、利家の刑事の軍勢が撤収していったか。まあしょうがないな。とはいえ敵は壊滅まさにさせたので、もうこれでしばらくっていうか、もう三好は終わりですね。三好は終わり。で、諸畑城を取ったので、お金がないね。そしたら信長はひとまず先に市議山に帰りましょう。もう信長が入っておく必要はないでしょう、この軍勢に。完全に壊滅したと言っていいので。それでは徴兵を入れておいて、あとはお金を使っていつもの外交をここは外交して、村重は登用しちゃいましょう。で、三好三人衆は全員釈放。で、これで、南近江に城を築くということで安土城ですね。よし。では最後の三好の城、上桜城、こちらももう一気に攻め落としましょう。まあ、士気は86ですけど、このまま力攻めにすれば粉砕できるかなというところですからね。で、一騎衆か、まあ、どっちが先に落ちるかだな。諸畑城のが先に落ちそうだな。三好は全員釈放していきましょう。どっかで圧迫してくれ。で、今見ていただいた通りにはなるんですが、諸畑城が一騎衆に乗っ取られてるので、これの解放を行います。なんで北畠がここで敵視してくるのか、その理由がね、もはやわからないですよね。さっきまですげえ良好だったのにな、関係はね。そしたらまあなんともって感じではあるけど、ここは信長自ら金2000円を持って筒井のところに足しげく運び通いましょうか。で、あとは信金にも同じようにいつもの貢ぎ参りに行きましょう。岩殿が、北条と武田がいよいよ開戦してますね。まあ、どっからかね、お金を大量にゲットできればいいんだけどな。で、今ちょっと飛ばしちゃいましたけど、松平が家康に、徳川に改名しましたね。いや、北条と武田が本当に戦闘に入ったんで、まあ、東方面はしばらく安全かなとなると、やっぱり邪魔くさいのがここ本願寺なんですよね。身長272くらいいいでしょう。で、お金が入ってきたので、お金が入ってきたら今回はちょっと一発威圧でも入れてみますか。本願寺に威圧させて、で秀吉に筒井のお布施参りに行かせましょう。さて威圧はうまくいかないが、まあとはいえ何回も何回もしつこくしつこく威圧していきましょう。じゃあ3000円だったらどうかな。まあお金が下がる分なんかより応じてくれなそうな気はするけど、ダメだね。となればそうだな、まずは親善で北畠に金を渡しに行きましょう。じゃあいつものようにね。ま、向こうが従わないんであれば。おっと、ちょっと待ってね。これは何、どういうこと？本願寺は上杉家に従属になってんな、いつの間にか。そういうことか。上杉と一線構えなきゃいけないってこと？それはきついよな。まさかそうなってるとはちょっと思いもよらなかったけど。上杉とことを構えるのか。そうなるとちょっときついよな。であればまずはちょっと筒井家見ておくと、総兵力が6000か。で北畠はというと総兵力が22000、でかいね。総商業が12500になっていて、いやーこれはちょっと圧倒的ですよね、北畠は。まあ信長に比べたらもちろん小さいんですけど、全方位的に戦うってなると結構きついよね。となると先に筒井を潰すか。ただその筒井もな、筒井もきついといえばきついもんな。まあ、筒井は今どこに武将が詰めているかというと、こういう状態か。そうするとだ、どうするのがいいのかというと、まず自動化をここをやめて洲本城ですね。筒井家のこの高野山は完全に孤立してるので、いざ開戦したら圧倒的に有利に戦えるんですよね。ってことを考えると、まずはそうだな、高野山を取り囲んじゃいますか、長期戦で。筒井を完全に滅ぼしてから伊勢を平らげるっていう、まあ、筒井を倒して続いて北畠っていう方がいいかな。でこの時その本願寺がねどう出てくるかっていうところなんですよね。じゃあ長益を一旦今日に入れましょう。うん、堺に入れましょう。で、金が入ってきたので、まあ、ダメ元でちょっと一回威圧をかけておきますか。で、北畠とはとはいえ今まだとてもとても戦える状態ではないので、北畠に対しては同盟維持ですね。で、怪しい動きをしているというのが山中。金がなくて出費依頼ができないね。さてさてどうするかな。筒池とはこのまま開戦に踏み切るとしてだ。まさか本願寺がね、上杉に組みしているとは思わなかったな。で、今々だともうどうしようもない状態が続いていくので、おっと毛利と長宗我部が開戦か。まあ、毛利の方が有利に戦いは進めるんだろうな。よし、金が入ってきたんで、この金を使って、まずはですよ。何はともあれ、北畠と、よしみを通じておきましょう。で、本当にダメなのかな?いや、何がダメかっていうと、威圧の話ですね。従属が、もししてくれるんだったら、筒井と戦いたくないんですよね。消耗するだけなんで。威圧しまくってさっさと言うこと下げる?そうすると。高野山を攻め取れば、まあ、多少動きは変わってくるかな。まあ、幸い筒井家は今4つの城全部見ましたけど、櫓は立ってないんで、まあ、割かし攻めやすくはあるかな。そうしたら外交方針はもう完全に切り替えましょう。北畠にはべったりの外交に変えて、筒井はもう完全に敵対する方針でいきましょうか。ここに来て方針をガラリと変えることになりますが、そしたら山名家とも今戦いたくないので、もらった5000を使って山名家に貢ぎ物をしに行きましょう。まあ、上杉から本願寺が独立してくれるとね、すごくいいんですけどね。ん？武田の使者がどこに行くってんだ。長宗我部か。長宗我部と武田が親善。さて、これでだ。資金2000援助してあげていいでしょう、鈴木には。で、鈴木がしっかりこの手取り状を取ってくれればそれでいいんですよね。さあ、これで筒井とはもういよいよ思って倹約になってきましたけど、足利将軍家とはまだギリギリその友好ではないものの同盟関係が維持されている状態だな。そしたら、まあ、いつも通りのこの、なんか自動でね、もうこの親善、毎週、いや、毎月やってほしいな。ダメ元でもう一回ぐらい威圧かけてみますか。まあ、金はね、戻ってきますからね。威圧に失敗した場合は。まあ失敗するよね。で、筒井に対してもガシガシ威圧をかけて、一刻も早く下げていきますか、友好度合いを。はい。ではちょっと中途半端なところではあるんですが30分経ちましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまで。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。